皆さんこんにちは。毎週土曜日の10時10分から、リトルのアイドルクラスを持っているマナフィーです。よろしくお願いします。作品イメージはまだちょっとしっかりとできてないんですけれども、アイドルクラスなのですごい可愛いイメージでいきたいなと思っております。今ちょうどハロウィンに向けてレッスンしてるんですけど、11月ぐらいからレッスンの中で振り付けをやりつつ、みんなの感じも見ながらちょっと決めていきたいなと思っております。参加条件は、私 の土曜日のクラスに来てくれてる、レッスンに参加できる子がいいなと思ってるので、もし発表会出たいなっていう子はぜひレッスンに参加するというのを条件に了解考えてくれたら嬉しいです。私の初ステージなんですけれども、本当に多分今リトルに来てくれてる子ぐらいの時かなって感じなんですけど、全然ダンスちゃんとやってなくて、本当に何の習い事やろうかなっていう時にダンスちょっとかじってみようって感じで始めた時に、なんかスポーツ大会みたいな時のイベントで出ました。お姉さんたちに引っ張られながら出ておりました。ナンバー作る時に大切にしていることは、ちょっと大人とか中高生とはまた違うんですけど、このリトルに関しては本当にもうダンスを初めてですっていう子が結構たくさんいるので、なんかめっちゃバチバチに揃えたり、すごいもうかましたるてっていうよりかは、もう本当にこのクラスを入り口として、なんかこれをきっかけに、なんか発表会出ていろんなかっこいいお姉さんたちの踊りとかも見て、なんかいろんなジャンルとかダンス自体にもっと興味を持ってもらえるといいなって思ってるので、すごい楽しんでできたらいいなっていう風に作っております。はい、だけどなんかそのやっぱり挨拶だったりとか、その周りとのなんかその協調調和することだったりとか、なんか合わせることだったりとか、なんかもうそういうところもそのリハーサルをする中で教えていけたらいいなっていうふうに思ってるので、なんかただワイワイ楽しくするっていうよりかは、ちゃんときちっとするところはきっちりして、楽しい時は楽しもうっていう感じでやっております。全然怖くないので、でほぼほぼ多分初めましての人がほとんどだと思うんですけれども、これをきっかけにダンスをさらに好きになってもらえばいいなって思っているので、本当に初めの第一歩でもないんですけれども、怖がらずに一緒に楽しんでできればいいなと思っているので、誰でもお待ちしております。ありがとうございました。